Are you ready? Let's get it on! ヘビー級トーナメントの第2試合は日本のキングダム桜庭和志対ブラジルのマーカス・コナンの対戦です。桜庭が身長178センチ、体重94キロ、対するブラジルのマーカス・コナンは185センチ、112キロです。さあ桜庭がタックルが決まって上になった。まず仕掛けていったのはマーカス・コナン、しかしうまく体を入れ替えました桜庭和志です。バランスを考えた方がいいですね、充実の選手ですから、はい、さあ足を取りに行くぞ桜庭、足を取りに行く。さあアンクルホールドか、桜庭チャンスを迎えるか。これは反則なんじゃないですかね。下になりましたマーカス・コナン、桜庭がおっと下からパンチを打っていったマーカス・コナンです。この前の試合では同じキングダムの安城が敗れました。その安城に続いて桜庭和志がオクタゴンでブラジル柔術の使い手マーカス・コナンを相手に今上になって攻めています。ただこの下になっているマーカス・コナンも非常にこのディフェンスには長けているんですね、はい、この下からの蹴りが危ないですよね。あ、そうですか、はい、さあ腕を引っ込みに行きますマーカス・コナン。さあ倒れました、ポジション取りの。さあ今度は後ろになった、バックを取りましたマーカス・コナン。そしてグラウンドの攻防に持ち込みますマーカス・コナンがバックを取りました。そして今度は関節か、首気をつけた方がいいですね。さあ締めに入るかマーカス・コナン。桜庭ここはなんとか逃れたい。腕に変わりました。さあ腕を取りに行く、腕を取りに行く、危ないです。さあチャンスを迎えた、あっとしかし桜庭うまく体を入れ替えた。なおも腕を取っているかマーカス・コナンが腕を取っているか。さあ桜庭腕が逆になっている、しかし懸命にディフェンスしています桜庭。おっと大きな左フック、今度はスタンドからパンチの細かいパンチ。ああー試合終了です。試合終了か、今ので試合終了です。どうやって今のパンチ取ったんですかね。マーカス・コナンの連打で一瞬膝をついた桜庭和志、タックルに行ったのダウンド。あしかしキングダム陣営が抗議していますが受け入れられません。試合終了です。桜庭和志のナックアウト負けです。今一瞬立ち上がってレフリーのビッグジョン・マッカーシーが桜庭が倒れたところでナックアウトを取りました。どうなんですかね、これパンチ入って確かにちょっとディフェンス一辺になってたような気がしますが、はい、試合時間はまだ足を取りに行ってますからね、過ぎたところです。場内からは当然ブーイングが送りますが試合は終わりました。今試合結果が場内に発表されます。マーカス・コナンのナックアウト勝ちです。さあ桜庭まだ納得がいかない表情だ桜庭。ああセコンドの高田信彦も大きな声で抗議を行っています。しかしレフリーのビッグ・ジョン・マッカーシーがノックアウトを宣しました。高橋さん、桜庭ダメージもまだほとんどないように見えたんですがね。そうですね、こういう時のレフリーはしっかり止めてますから、はい、多分覆ることはないとは思うんですけど、はい、VTR で試合を撮っています、お今マイクを取ってアピールしています桜庭。今絶対負けない、お延長戦を激怒している桜庭ですが果たしてこれは受け入れられるのでしょうか。あ確かにバクさんのおっしゃる通り、桜庭自身はタックルを取りに行ったところでというふうに言っていますね。でもこれは覆ることはないでしょうね。あそうですか、一応ちゃんと判定してますからね、はい、ですから高橋さん、桜庭の気持ちとしてはその一瞬この体を低くしてタックルに行こうとしたんだと、はい、ここですね、この後ですね、はい、この後ちょっとディフェンスだけになって、確かにパンチは当たっています、はい、で顔が下向いている状態だったんで多分レフリーはここからタックルに行ったのをダウンと考えたんだと思うんですね、はい、なるほど、ここで一発入ってますから、ここは左大きな、ここから来たらこれがほらダウンだと思われたんだと思うんですが、そうですね、はい、これはタックルに行ってますね、行ってますね、明らかに足を取りに行っていますね、はい、タックルには行ってますね、これはやっぱり本人は納得いかないでしょうね。ただこのUFC では最近そのレフリーが選手の安全を考えて早めに試合を止めるシーンが多くなっています。ですからその前 の, その
バクさん、レフリーにしてみれば、はい、あの左が一発当たりました、はい、それでもうノックアウトというふうに判断したんでしょうね、はい、判断したんでしょうね、多分レフリーの判断がまあ間違ったかどうかっていうのはまたやっぱり微妙なもんでね、これもし当たって効いてたら、はい、あの危険なことになりますからね。おっと、しかし桜庭が再びグローブをつけています。桜庭の直訴が受け入れられたんでしょうか。まだ場内は騒然としています。相手のマーカス・コナーはもうドレッシングルームに戻って全く出てくる気配はありません。この横浜アリーナのオクタゴンです。さてこれからヘビー級トーナメントの決勝戦が始まるところですが、先ほどのマーカス・コナン対桜庭和志の試合、あの微妙なジャッジがあったんですが、結局これがキングダム側のアピールが認められまして、結局マーカス・コナン対桜庭和志の再戦が認められました。この場面です。そして第1試合で勝ったタンクアボットが右の拳を痛めて決勝を棄権しました。ということでマーカス・コナン対この桜庭和志が今日のヘビー級トーナメントの決勝戦を戦うことになりました。すでにマーカス・コナンはオクタゴンの中にいます。そして桜庭和志が今ゆっくりと再びオクタゴンに向かうところです。桜庭和志はプロレスラーは弱いと一部で言われていることに非常に腹が立つ、キングダムの強さ、プロレスの強さを見せつけたいと大会前に話していました。先ほどマーカス・コナンとの試合は自らがタックルに行ったところで試合を止められてしまいました。アピールが認められまして、再びマーカス・コナンとこのオクタゴンで対戦することが許されました。ヘビー級トーナメントの決勝戦として行われます。桜庭和志が今リングの中に入りました。さあヘビー級トーナメントの決勝戦です。さあ試合が始まりました。赤のパンツ桜庭がまず前に出ます。そして黒のパンツがマーカス・コナンです。両者リング中央で組み合いました。さあコナンが前に出ていく、金網に押し付ける、まだスタンドの体勢です。おっと右を突き上げたマーカス・コナン、今度は足を取りに行きます。マーカス・コナンが桜庭の右足を取りました。さあ桜庭がこれのバランスは多分桜庭選手あまりやってましたから、はい、うまいと思いますね、はい、さあ倒した、バックを取ったマーカス・コナン、ここからグラウンドの攻防になります。腕狙ってます。さあ桜庭がコナンの腕を取りに行っているか、右腕を取りに行っています桜庭。さあどうか、桜庭腕を決めることができるかどうか。しかし上になっているのはマーカス・コナンです。この体勢は両者にとって高橋さんどうなんですか。そうですね、はい、まあ、このコナン選手が殴りが得意な選手なんであれば、ちょっと桜庭選手は危ないんじゃないかなと思いますけど、そうですか。とりあえず腕一本まだ持ってますから、はいはい、これが抜けた時のポジションが問題になると思います。さあまだ右腕を取っている。さあこれを決めることができるかどうか桜庭、右腕を決められるか桜庭、ほどけました、ほどけました、マーカス・コナンがほどきました。さあ今度は後ろに回りました、マーカス・コナンです。はい、コナン有利ですね、完全に ね、完全にバックを取りました、はい、さあここからどうするか桜庭としては、また今度は左手を取りに行く、左手を決めた、左手を決められるか、さあ左手を決めに行く桜庭、マーカス・コナンこらえている、うん、まだ決まらないか、体を密着させます、マーカス・コナンです。まだ左腕を桜庭が持っていますか。いや持っていません。そうですか、今はディフェンスだけだ、はい、どっちか抜け、どっちか抜け、よしよし、倒れる倒れる、さっきはね足を何度か狙うチャンスいっぱいこう作ってやってたんですけど、あ、そうですか、はい、ね、さあまた左手を取りに行くぞ、離れました。さあ今度はあっとスリーパーが入っているか、マーカス・コナン、いやまだ大丈夫、まだ大丈夫ですか、さあコナンが今度は逆に腕取りに行きました、ね、腕を取りに行くぞ、多分これは決まらないと思いますよ。そうですか、はい、はい、きっちりとディフェンスしています。桜庭、村山さん、はい、桜庭お前なら勝てるぞとキングダムサイド声が上がっています。あ、そうですか、はい、秋田県出身です、中央大学のレスリング部のキャプテンの経験もあります、アマチュアレスリングの経験豊富な桜庭和志。さあ今度はうまく体勢を入れ替えるか桜庭、下からパンチを打っていきます、マーカス・コナン、
右を出しましたマーカスコナンです。相手の懐に体を密着させる桜庭勝司。さあ試合時間が今3分を経過したところです。今度は足を取るか桜庭どうする。完全に今度はマーカスコナンが下になりました。グラウンドの攻防が続いています。マーカスコナンは34歳のベテランです。対する桜庭勝司は28歳です。バクさんちょっとここで動きが止まったんですが、はい、止まってます。スタミナ面でちょっと分かんないんですけれども、はい、年齢から考えてスタミナということではコナン選手の方が不利なんじゃないかなと思って、はい、長くなればさあどうする桜庭チャンスを迎えるか。ヘビー級トーナメントを制しました。これはすごいことですね。やりました桜庭。そうですね、優勝ですからね、しろアルティメットのねトーナメント優勝です、このオクタゴンの中で勝ち星を挙げたのは今日解説の高橋良樹さんに続いて2人目、そしてトーナメント日本人として初優勝を飾りました桜庭です。完璧な勝ち方でしたね。コナンから1本取ってやっぱりちゃんと取ってますからね、はい、本当はこれつけようないですよね、はい、1回戦は非常に消化不良の内容で終わったんですが、はい、その再戦を見事に決着をつけた桜庭勝司です。今場内に紹介されます。桜庭やりました。ブラジリアン中立、フレンチ中立のマーカス・コナンから見事なサブミッションなくギブアップを取りまして、このアルティメット日本大会ヘビー級トーナメントを制しました。さあ高橋さん、この場面です。入り方すごい上手かったですね。はい、でもうきちりと伸ばしてますし、これでもう伸びてもうダメ、桜庭もこのアマチュアレスリング出身ということもあって、バクさん、はい、きっちりとしたこの技術に裏打ちされた試合運びでしたね。はい、いや、うまかったですね。僕は生で桜庭選手の試合見るのは初めてなんですけれども、はい、僕は考えていたよりもずっと上手上手というのはもうすごい失礼なんですけど、本当に驚きました。そうですか、はいはい、それでは勝ちました桜庭選手にお話を伺います。ありがとうございます。2回目やって負けたらどうしようかと思ってたんですけど、勝ててよかったです。皆さんのおかげで、ありがとうございます。桜庭さん、ヘビー級トーナメントで日本人として初優勝です。いやでも同じ人としかやってないんで僕はあんまり納得してないですけど、もっと強い人いっぱいやりたいんで、その時は応援よろしくお願いします。しかし一部でですね、このプロレスがこれで弱いという雑誌で報道されたこともありました。プロレスが強い、キングダムが強いということを証明したんではないですか。ほっとしてます。プロレスラーは本当は強いんです。それでは最後にこの桜庭さんのこの快挙を見ていたこのファンの皆さん、そしてテレビの前の皆さんに一言メッセージをお願いします。今日はどうもありがとうございます。また次回もっとすごい試合したいと思いますので、その時また見に来てください。よろしくお願いします。おめでとうございました桜庭勝司選手です。